今日はね、ここをとりあえずキャンプ地としましょう。ですが、前のやつがね、こうやってね、タバコとかをね、落としとるんですよ。炭か、焚き火のね、燃えかすというか持って帰りましょうよと言いたいですね。ここゴミ捨て場がありますからね、ちゃんと。どうもこんにちは。今ですね、周りにちょっと人がいるんであんまり大きい声出せないんですけども、こんな感じでね、今日はレイアウトしてみました。なんかもう本当いろんなものがありますね。今日はちょっと荷物持ってきすぎたぐらい持ってきてます。
ただね、今回ね、初めて使うようなものもあったりするんですよ、実は。とりあえずここに並べてるものがあるので、その辺の紹介からしてみましょうか。こちらがテントなんですが、まあ、テントは大丈夫かな。今まで何回も紹介してるっていうのと、もう設営風景もね撮りましたんで、まあ大丈夫でしょう。でこっち側に行くとですね、テーブルがあって、こっちの後ろもテーブルですね、テーブルが2つあります。テーブルが2つあって、1個は何て言うんだろう、これコンテナボックス。コンテナボックスの中身は、こんな感じになってまして、まあ今日使わないもの多いですけどね、これがクーラーボックスなんですが、クーラーボックスはまあいいや。で、これがワンティグリスのテーブルで、100均で買ったカッティングボードに、あとこれですね、ファウナ。このファウナっていうのはね、メガネです。メガネなんですが、Bluetooth で接続して、音がよく聞こえるやつですね。周りに音漏れあまりせずに聞けるというやつです。で、保冷缶ホルダーに、これが食器立てですね。食器立て、まあ使うことかわかんないけど、一応、立ててみました。で、コースター。コースターがあるからね、本当はこうやってやった方がいいんですよね。前に刑事が来た時に、秋吉道の売店で買った富士山コースターです。で、これがですね、メスティン、スケーターさんから発売されている深型メスティンです。中はね、いろいろ入ってまして、この辺全部セットになっているものですね。これも一応持ってきました。で、この目の前にあるのが火焚きです、焚き火台ですね。それと薪、この焚き火台もね、かなり、ソロとして使うにはでかいんですけども、まあまあこれぐらいね、テーブル兼焚き火台みたいな感じで使えればいいかなと思って、今回もこれを使ってみようかなと思います。で、スケーターの中華鍋。そしてこちらがですね、ちょっとこれから行きましょうか。無人販売所、無人販売所で買った1000円のランタンです。まだこれ値札ついたまんまなんですけどね、後で剥がしましょう。でこれはまあ箸とかね、その辺が入ってます。で今日ね、僕ねオピネルナイフ3本持ってるのに1本も持ってくるの忘れたんですよね。だからしょうがないので、この中に入ってるこのマルチツールですね、マルチツールでナイフを使おうかなと思っております。まあ、この辺は味の素とかね、塩とか入ってますと。でこれが食器とかですね、その辺が入ってるものです。でこの中は、ライターとかね、バーナー、あとガスで、これがね、ペットボトルホルダーです。最近キャンドゥで買ったんですよね、1ヶ月か2ヶ月前ぐらいにキャンドゥで買ったやつです。で、ライターと、これが電子タバコ、全然使ってないですけどね、タバコも今禁煙中なんですけども、早くもねタバコ吸いたい量にだいぶかかってるので戦っている最中です。で、まあ薪、車の中にですね予備でもう一束あります。でこれですね、これがね、これまた無人販売所で買った薪割りです。試しに1個ね割ってみたんですが、2000円なんですよね。これ2000円という破格で売られてるんですが、試しに1個割ってみたらね、ちゃんと割れました。ちょっと試しにやってみましょうかね。まあ、例えばこんな感じで、軽いすぎる、まあ、例えばこんな感じでですね、本当はねこういうので割るべきじゃないでしょうけど、しっかり割れますね。で節がすごい、これこんな感じで割れてくれます。もうちょっと行ってみましょうか。
すごい簡単に割れますよね。これはね、2000円はね、いい買い物したなと思う。うん。ちょっとついでに焚き火の準備もしちゃいましょう。まあ燃焼剤もこんなにいらないでしょうけど、ついでなんで使っちゃおう。よいしょ、こんなもんかな。ちょっと火床を上げときましょう。さあまだ時間が早いんでね、まだ2時なんですよ。2時だからちょっとしばらくのんびりタイムかな。まあいいっすね、こうやってのんびりするのも。さあちょっとね、のんびりしたいとこではあったんですけども、天皇賞ですよ、天皇賞秋。天皇賞秋の予想しようかな。今ですね、想定では1番人気がイクイノックス、2番人気がジャックドール、3番人気がシャフリヤール、4番人気がダノンベルーガと、で5番人気がジオグリフということになってるんですけども、そうだな、イクイノックス、シャフリヤール、ダノンベルーガ、ジオグリフ、この辺でいいかなって感じがしますけどね。どうなんだろう。ジャックドールはね、まあ、とりあえず58キロまだ背負ったことがないでしょ、これ。背負ったことがないコバっていうのと、あと、大阪杯で57キロで、負けてますけども、この5着に負けてるっていうのがね、なんかこれくらいの馬なのかなって感じがするんですよね。ジャックドールが一番なんか信頼感がない気がしますね。前の方行く馬でしょうけど、また、パンサラッサが爆逃げして、それで2番手とかについていってみたいな感じになるのかなと思うんで、まあ、2番手か3番手ぐらいか。で単純にイクイノックス、ダノンベルーガ、ジオグリフ、金量が軽い分ですね、やっぱ有利ですよね。全然有利なんだけど、まあジオグリフが一番この中では信頼感がないでしょうね。やっぱりあんまり東京向きな感じもしないしと考えると、まあイクイノックスなんだろうな。でシャフリヤールもね、言って去年ジャパンカップ出たじゃないですか。ジャパンカップ3着だったけど、まあ負けたけどやっぱ強いなっていう印象だったんですよね。なんか確か最後の直線に不利があったような気がするんですけど、ダービー勝っただけあって東京も得意なんだろうし、シャフリヤールはね、58キロ組の中では一番やっぱ買いなのかなって感じがしますけどね。ジャックドールより人気なさそうっていうのがよくわかんないな。でダノンベルーガか。ダノンベルーガはまあね、サツキダービーと掲示板内には来てますし、共同通信杯も、ジオグリフに勝ってるということで、東京コースで 2000m ぐらいであればジオグリフとは、まあ、逆転してるのかなという感じがするんですよね。だからイクイノックス、シャフリヤール、ダノンベルーガ、この3頭どうやって買うかぐらいのもんだと思うんだけどな。人気になっちゃいますけどね、人気順になっちゃうけど、ちょっとここで穴を狙えそうな馬っていうのがいないですよね。正直ユーバーレーベンもなんか最近全然ですしね、一回全然になった牝馬っていうのはまあどっかで復活するまでは買えないなと思うので、まあ、もしかしたらねこのレースで復活するかもしれないけど、まあ賭けになっちゃいますよねと考えると、もう買える馬がいないんですよ本当に。ポータージェもな、なんか大阪杯ハマっただけな気がするんだよな。マリアエレーナも金量を多分経験してないですよね、きっと。
福田記念かなんかで強い勝ち方をしたまずですよね、これ確か。なんか天皇賞とかでこういうのがズバッと来るようなイメージがないですよね。ということでやっぱりですね、ちょっと人気順にはなっちゃうんだけど、僕はそうだな、イクイノックス、シャフリヤール、ダノンベルーガ、ジオグリファー消しかな。ジオグリファー消してどれが勝つかですよね。でもどれが勝つかって言われると、一番人気がね今勝ててはいませんけどね、ずっと。勝つならばですね、勝つならばイクイノックスかシャフリヤール。だから、3連単でシャフリヤールとイクイノックスを 1,2 着に置いて、で3着にダノンベルーガ、これでどうでしょうね。3連単2通り、これもありじゃないかな。さあちょっとずつですけどね、晩ご飯の準備をしていこうと思います。まずこの中身はいらないので、全部出しちゃいます。こちらはですね、深さがあるので深さを生かして鍋作りましょう今日は。前回ね、僕ライブ配信やった時に来てくださった方は分かると思うんですが、今回もね同じくキムチ鍋作ろうかなと思います。まあ簡単なもんですけどね。ここに白菜が入ります。ネギですね、よいしょ。でここにすごく安かった豚のロース肉、しゃぶしゃぶ用って書いてありますが、これを入れていっちゃいましょう。ちょっと手ですいませんが、まあ自分が食べるだけだからね、別に全然いいんですけど。豚肉、よし、こんなもんでしょう。さあそれではこの中にですね、こちらですね、映るかな、プチッと鍋2つぐらい入れちゃいましょうか。ちょっと濃いめに作ってみよう。よいしょ。ちょっと濃いめに作ってみます。でここにですね、ちょっと水を少なめに入れましょうかね。本来2つ入れたんで200入れますけど、100ちょっとでいいや。さあこれで後のお楽しみと。すぐ近くにね人がいたんですけども、いつの間にかいなくなってました。もう僕一人なのかな。ちょっと後で回り回ってみよう。僕一人ってことはないか、すぐ後ろぐらいにねいた人がいたんですが、その人は帰っちゃったようです。マルチツールでもいいから持っとくべきですね。ナイフがないから助かった。行きましょう。
いいですね、もうこういう季節ですよね。早いな本当。からはね、チャーハン作っていこうと思いますので、時間との勝負ですね。頑張ろう。よし、じゃあまず鍋を温めていきましょう。鍋温めて、こういうのはもうスピードが命ですからね、ちょっと準備だけしっかりしとこう。ラードが取れない。あ、取れた。よし。ラードを溶かして。よし、ここからはおしゃべりなしでノーカットでいきましょう。煙たい、めっちゃ煙たい。おお、胡椒持ってくるの忘れた。まあいいや。よっしゃ、完成でございます。煙たい。あー、煙たい。とにかく煙たい。こんな煙たいと思わんかった。そして胡椒忘れたんですよね。胡椒が欲しかった。さあ、それではですね、できましたのでいただいてみましょう。さあ、それではですね、煙い中作ったチャーハンですが、いただきます。
あ、うめえ。最近ね、あの塩と味の素だけで作ったりとかするんですよ。これ醤油やってもいいんですけど、これだけでも全然うまいんですよね。あ、うめえ。やっぱ食べ始めたらね、これは欠かせないですよね。プシュッといただきます。うまい。何回食ってもうまいな、これ。じゃあいただきます。あ、辛っ。めっちゃ辛い。
すっかりね、夜になりましたね。夜になるのは早い。さっきまで夕方だったんですけどね、すぐに夜ですね。これはもうなんか季節が変わったのがよくわかる感じだな。さあ、ここからはですね、もう好き勝手にお話しさせてもらおうと思うんですけども、今日ね、初めて持ってきたものっていうのも結構ありまして、この薪割り機とかね、薪割り機とかもすげえ活躍してくれましたね。で、あと今ね、ここに映ってる、ランタン、ツイッターとかでね、お見せしたりはしてましたけども、これ多分ロゴスのね、ロゴスのキャンドルランタンを DIY したものかな。まあ、これは無人販売所で1000円で売ってたんで、もう買っちゃおうと思ってすぐ買っちゃったやつです。でこれはまあライトは前から持ってるやつか。まあ焚き火が必要な季節にもなってくるし、で場所によってはもう薪ストーブとかストーブとかで使ったりするところもあるんだと思うんですけど、やっぱりね、一酸化炭素中毒とか怖いですから、冬なんでね、皆さん気をつけてキャンプしましょう。もちろん冬ですよね、まだ冬じゃないけど。しかし本当このランタンは気に入っちゃったな。なんか本当キャンドルランタンって感じですけど、雰囲気があっていいですね。最近最近ってあれでもないですけど、怪談話がね、僕は大好きで、怖い話とかをね、よく聞いたりしますけど、島田秀平さんっていう方いらっしゃいますよね。あのお笑い芸人の島田さんっていう。で、あの方のチャンネルのですね、あの動画をいろいろ見てて、ファンキー中村さんっていう人のね、人形の話がなかなか怖かったんですよね。人形の話があって、まあ、それも怖くて、でその後日談もね、結構パンチがあって、あの人のあの話は良かったな。面白い話がやっぱり世の中結構ありますよね。怖い話っていうのはね、なんかどこまでが本当でどこまでが嘘でって思っちゃうけど、どこまでが本当でどこまでが嘘でっていうのをあんまり言い過ぎちゃうと、今度はね、その、新しい怪談話とかが出てこなくなっちゃうんですよね。みんな、なんて言うんだろう、嘘だろって言われるのがやっぱり嫌になっちゃって。一昔前だとね、2チャンネルの怖い話とかいろいろありましたけど、その辺が衰退しちゃったのは多分、その辺だと思うんですよね。なんか、みんな野暮になっちゃったっていうか、嘘を探すというか、純粋に楽しめればね、またいいんでしょうけど、純粋に楽しめない人っていうのもね、やっぱ増えちゃったんで、ねえ、怪談話をする人にとってはその辺が今後のネックだったりするんだろうな。さて、焚き火をして遊んだらテントの中入りますか。そこからは映画タイムかな。